パレスチナ航空は、パレスチナの航空会社である、アラブ航空会社機構のメンバー。1995年に創立し、当初は、ガザを拠点に運航していたが、イスラエルの制裁によって、ポートサイドへと移動。1998年にイヤーセル・アラファト国際空港の再開に伴って、ガザに本拠を移したものの、2000年に始まった第二次インティファーダの、際、 2001年のヤーセル、アラファト国際空港空爆により運航を停止させられ、現在の本拠のエルアリー国際空港に本拠を移した。2008年7月の時点ではボーイング727から200型機を1機、フォッカー50型機を2機保有し、毎週日曜日、水曜日に1往復ずつ、エルアリー市からヨルダンのアンマンへの路線を運航していた。現在は、 パレスチナを取り巻く状況の影響もあり、パレスチナ自治区の空港に発着する路線は一切運行していない。2020年夏、ニジェール航空との両航空機の長期リンス契約が終了したことにより、財政状況が悪化した。2020年9月現在、同社のホッカー52機の売却先を募集している。2020年12月、 パレスチナ自治政府により将来的な事業の継続が困難であると判断され、生産の発表と同時に運行が終了した。閉鎖当時の従業員数は8名であった。AB, u Are GENT HOCKER 50 Available for Immediate Sale.PALAIRLINES.net パレスチニアンエラインズ2021年6月2日閲覧 a b カミンスキー・モロー2020年8月18日 T8 時41分プラス01-00デビッド、パレスチニアンエラインズ・オファーズ・フォッカー50フリート・フォーセールフライトグローバル2021年6月2日閲覧パラスティーネンザー・バーディレ・ニーレ・ナッシュナレアラインエローテラグラフ2021年6月2日閲覧ありがとうございます